アルトコインを購入するのはもう遅いのか現在、ビットコインの利益からアルトコインへと資金の循環が見られます。そしてアルトコイン、現在、ちまでかなり上昇していますが、今からアルトコインを購入するのはもう遅いのかそして本日、私が注目しているアルトコイン、そしてこれらのソラナ、マティック、リンクなどの 高自家総額コインのテクニカル分析、そしてもちろん、ビットコイン、イーサリアム、そしてアルトコインを分析していく上で、最も重要なチャートとも言える、こちらビットコインドミナスの解説をしていきたいと思います。私、アルトコインバブルからね、もう一段階、二段階ね、訪れると思ってますが、なぜ訪れると思うのか、本日こちらについてね、解説していきたいと思いますので、本日の動画もぜひ最後までご覧になってください。ということで、早速入っていきたいと思います。ということでですね、ビットコイン、現在、 3万7 0ドルにてレンジを継続させており、力強い週足を確定することができました。このようにね、週足の実践が3万7 0ドルにて確定いたしまして、そしてこちらね、ビットコイン、現在3 8 0 0 0ドルの週足レジスタンスを拒否している状態でございます。ビットコインがね、この週足レジスタンスをブレイクすることができるのであれば、私ね、次のターゲットゾーン、40からね、4万から4万3 0ドルあたり、 そしてその次のターゲットね、4万7千ドルあたり見ています。私ね、いずれにせよね、ビットコインのね、上昇ね、継続見ていますが、ただ、ビットコインで、ね、現在、レンジを継続させているわけでございます。そしてね、このレンジを継続させているのが、アルトポイントってどれほど重要なのか。はい。ビットコインが緩やかな動き。ビットコインがこのようなね、3万2千ドルのような、とても重大な足をブレイクし、そして、現在ね、 かなりり高値付近にてて継続させております、まあ、このように3万2000ドルといった重大な週足レジスタンスをブレイクしたことによって相場が相場に安心感が戻りました相場に安心感が戻り比較的リスクの高いアルトコインへ投資しようっていったねそういったね投資家の動きがね見られるようになりました今までビットコインね3万2000ドル以下にいましてビットコインこのまま1万2000ドルまでね下がる可能性があるかもしれないと そう投資家は考えていましたが、ただね、この3万2000ドルって言った重大な周足レジスタンスをブレイクしたことによって、この上昇は本物だと。アルトコインもこのままビットコインに釣られて上昇するだろうと。そうやってね、相場にかなりね、力が持っている状態でございます。ので、このようにアルトコインね、ビットコインが高値付近でレンジを継続させているとき、そして少し右肩上がりのときが最もアルトコインがね、上昇するね、パターンとなっております。 そして現在のビットコインドミナンスね、こちら見ていきたいんですけど、ビットコインドミナンスっていうのは、ビットコインね、仮想通貨の全体の時間のうち、ビットコインが何割を占めているのかっていったね、チャートなんですけど、こちらが減少していくっていうことは、ビットコインからアルトコインへと資金が流れていってるっていったね、状態でございます。逆に、ビットコインドミナンスが上昇しているときは、ビットコインがね、資金を吸収し続けているっていったね、状態でございます。ので、実際に32000ドルでブレークしたとき、 これ10月のね、23、24日ほどなんですけど、こちらね、52%から54%まで上昇しました。そして、こちら見ていきたいんですけど、10月22、23なんで、ちょうどこうですね。ちょうどね、その時に、ビットコインが大きく上昇した時にドミナンスが上昇していきました。その時にアルトコインは一体何をしてたのかと言いますと、じゃあイーサリ i o を見ていきたいんですけど、10月22、23。まあ上昇はね、このようにね、続いていますが、見ていきたいと分かる通りね、 ビットコインはすでに3万2000ドルをブレイクしているのでかかわらず、イーサリアムは、ね、高値をまだ更新していないんですよね。3万2000いう他の、ね、アルトコインも見ていきたいんですけど、ドル建てではついてきているんですけど、ビットコインだけのチャートとかで、ね、見ていったらわかりやすいんですけど、ビットコインのだてのチャートで見ることによって、ビットコインに対して、まあ、どれほど、ね、上昇しているのか、下落しているのかわかると思いますけど、これね、下落しているんですね。ビットコインに対して下落します。ドル建てでは確かに上昇しているかもしれないけど、 ビットコインだけではね、下落してるんですよ。ほら、見てください、こちらも。はい。って言ってね、分かる通り、まあ、ビットコイン、ドミナンスが上昇したら、ビットコインに資金が吸収されるので、まあ、ビットコインのがアルトコインより良いパフォーマンスをしている。逆にドミナンスが下がるときは、アルトコインの方がビットコインより良いパフォーマンスをしている、ね、可能性が高いといった状態でございまして、そしてこちらのチャートね、少しおさらいしていきたいんですけど、皆さんね、このちらのチャートね、まあ、ご存知だと思いますけど、私たちのチャンネルでね、 私たちがよくね、こちらね、観測するチャートでございますが、まあ、アルトコインの資金循環のチャートでございます。まず、ビットコインへの資金移動が、まあ、価格高騰を招きます。その次に、イーサリアムに資金が流れますが、まあ、行ったり来たり、まあ、現在行ったり来たりしてますと。で、その次ですよ。イーサリアムは、ビットコイン上回るパフォーマンス発揮しており、ここはね、まだ起きてないです。起きてないんですけど、ただね、今ね、使用あるところに、 主要アルトコインが、まあ、現在ね、上昇を始めてます。大規模な買い占めが起こり、お金の、お金が自家総額の高い主要アルトコインに流れ込むっていった状態で、まあ、現在ね、本当にそのような現状を見られまして、まあ、ストラナがね、まあ、人間離れ者ね、動きをしてます。元々人間ではないんですけど、ほんまにも人間離れで動きしまして、まあ、ストラナとかね、チェーンリーク、マティックとかね、まあ、結構ね、こちらね、サロンでね、注目してたね、アルトコインがね、上昇してるんでね、まあ、かなりね、嬉しい。 状態でございます。マティックがね、とんでもなく上昇してましたね。この辺から、ね、0.5あたりからね、注目してたんですけど、このあたりですね、ここで。これ買ったんですけど、サロンは。はい。それに、も現在0.9なんでね、約ね2倍ぐらいのね、リターンをね、達することができました。で、マティックね、私ね、また上昇すると思ってまして、とりあえずね、一旦のレジスタ1.1ドルあたりです。はい。1.1ドルあたりですが、このようにね、ダブルボトム作成してるんで、即落ちしてる可能性ね、非常に高いですね、マティック。 買い時もね、こちらね、もちろんね、0.7とかですけど、ここまで大きな強制は私、訪れないと思ってるんで、0.85とかね、訪れて見ていきたいです。そして、ソラナね、皆さん気になってると思いますが、ソラナもね、とんでもないストラクチャー、こちらね、ブレイクしまして、そして、こちらのレジスタンスね、30.1。はい、30.1のレジスタンスね、こちらね、現在ね、挑戦している状態でございます。挑戦じゃなくて、こちらブレイクして、そして、これ47ね、これ47って言ったら、周足レジスタンスもね、ブレークしちゃんで、 次のレジスタンスない状態です。次ね、もう780です。もう80ドルです、次のターゲット。もうターゲット、次80ドルですので、ここから30%ほどです。もしね、これで80ブレイクしたら、次、140ですよ。はい、もうバブルが2枚始まってますよ、完全に。で、もしね、空拾っていくのであれば、ちょっと気をつけていきたいんですよね。やっぱりね、売られすぎなんで、変わりすぎなんで、RS がね、90付近で、このようにね、上引きね2回連続でつけてますので、 調整が47ドルあたりまで来るの、来てもおかしくないって感じです。ただもちろん訪れない可能性もあるので、そのちらのリスクも考慮しないといけないですが、ただね、このような変われすぎてるアルトコインを、ね、購入するよりは、私ね、まだね、買われすぎていないアルトコインなどに注目していきたいです。で、リンクなどをね、見ていきたいんですけど、リンクもね、こちら。約1年にわたるね、こちらのストラクチャーね、レンジ形成しましたが、こちらブレイクしてね、現在16ドルが到達します。重要12.2ブレイクしてね、この週足レジスタそして、これでね、 16ブレイクしたので、次のターゲットはこちら17.8ドルあたりです。おそらくね、こちら次ブレイクすると思ってましたので、一番私が見てるターゲットは28ドルあたりなので、このようにあるところにねものすごく力つけていますので、ただイース e r e u はまだね大きく上昇していない状態なので、かなり残念ですけどまあイース e r e u m はあのリー的に12月に大きく上昇する傾向があるんですね。これもね過去の動画でかなりね解説しますけど、12月からね、冬に 良いパフォーマンスをする傾向があるんで、12月。このように。はい。まあ、12月から2月ぐらいですね。はい。冬に良いパフォーマンスをする傾向があるので、それに向けてね、イーサリアムはね、仕込みの期待です。そして私に、ね、こちらね、もちろん、ロングポジションで現在日本円にして、まあ、70万円、80万円以上のね、ロングポジションでってますけど、こちらイーサリアムね、私もちろん、ホールドしております。で、これね、2500ドルで、ね、ターゲットでね、ホールドしていきたいと思ってるんで、まあ、こちらのロングポジションで何のね、えー、っと、変更もありません。 2,500ドルでね、こちら留学していったらね、約利益、ね、500万円ほどになると思うんで、こちら狙っていってる感じです。そして、イーサリアも、ね、ビットゲットの方にもね、あるんですキルポジション。はい、現在まだホールドしております。で、もう一つね、ビットゲットの方にあるんですキルポジション。ちょっとね、違うウェブブラウザーにありますので、またね、こちらね、グループとかでね、そのね、身長共有していきたいと思いますので、もしね、グループね、まだ入られてない方ね、説明欄にね、こちら、公式 LINE グループに、ね、公式 LINE を登録することによって、こちら、得点2つもらえます。日本最大級ですね、グループ。 はい。計6500人が入っている、ね、トレーダーズサロンね、私ね、運営しております。でこちら無料でね、参加できてね、まあ、得点、皆さん、ゲットしていってください。はい。で、ま、皆さんね、私みたいにもしトレードしていきたいのであれば、こちらね、ビットゲットね、私使ってるんですけど、ビットゲットね、一番おすすめします。そしてなんで、ビットゲットを一番おすすめするかと言いますと、こちら、手数料がね、業界最安値30%でさらになります。バイナンスが0.1%とか、 まあ他の取引所も高いんですけど、めちゃくちゃ安い状態です。もしてなんとね、こちら、日本限定最強の入金応援キャンペーンって感じで、こちら、日本で最も入金ボーナスもらえます。これ、ちょっと、正直言ってこれやばいです、このボーナスは。2500ドル入れたら1万6000、1万ドルで4万6000、3万ドルで15万円、20万ドルで50万円もらえるって感じで、こちらにちゃんとね参加登録をしてから入金しないとね反映されないんで、説明欄にね、まずね、ビットゲット登録されてない方、まずね、こちらから登録したらね、 手数十30%反映されます。そしてその次に、こちらね、入金キャンペーン URL、こちら押して参加するって押してください。そして入金したらね、私みたいにトレードね、そしてあるとこに私が注目してあるとこにも取、ね、れるんで、見ていってください。てかね、今上昇しますね。ビットコインめっちゃ上昇してるやん、この動画撮ってる最中に。はい。そしてね、最後にニュース入ってきてるんですけど、48カ国が CARF に署名。英国やシンガポールなど世界複数当局は10日暗号資産ね、 仮想通貨取引における雑性を防ぐために各国で情報交換を行う枠組みに48カ国が参加すると発表したと。日本が含まれております。はい。で、これはね、2027年から開始から、開始を予定されているって言った状態なんでね、皆さん、気をつけてください。はい。よくね、その2017年とかでよく聞いた話ですけど、まあ、仮想通貨ね、税金ね、まあ、払わずにね、まあ、利格して次の、次の年ね、2018年暴落したんですけど、その時に、 たらね、まあ税まあ、それでマイナスだったわけですよ。ただね、仮想通貨って、その、翌年に FX によって繰り越せないんで、損失を。それでも税金めちゃくちゃ払わなんか、みたいな。はい、もうそういうのあるんで、ほんまに気をつけてください皆、ね、さ。海外に移住するかなんか。ブラックロックが仕掛けるビットコイン ETF。ビットコイン ETF の承認の可能性が高まっている現在、投資家たちはこの新しい機会に注目している。はい、ということで、まあ、どうせ承認されますよ。どうせ承認されるんですけど、はい、もう承認されたら爆上げです。 まあどう数段階ビットコイン上がると思ってるんで、もう何も変わってないと思うんで、1万6000ドルに言ってる時から。はい。年単位でね私たちは、ね、捉えるんで。はい。今、上昇からのリセッションです、私が見てるのは。まあ、見とってください、ね、皆さん。これはい。って感じで、ビットコイン上昇してるんでね、これもしかしてロング入れるかもしれないんで、ちょっとグループで言います。と動画撮ってるんで、またね、ポジション入れたらグループで言うんで、公式 LINE からね、得点今すぐねアクセスしていってください。 これツイッターにまだね、フォローしてない方、こういった有料級のレポートね、毎日更新しますので、ぜひね、ツイッターも説明欄からね、フォローしていってください。そしてね、こちら、バイビットもね、こちらまだ登録されてない方はね、こちらも入金ボーナスキャンペーンやってるんで、こちらもね、様々な銘柄、ビットゲットがない銘柄もありますので、x クシティもね、こちら株とかドレーンとかトレードしていくんで、まあ、この3つね、登録してたらね、ダンとかなるので、ぜひ、使ってみてください。最後にこちら、注目しているあるところン見ていきたいんですけど、こちら、テンセットなんですけど、現在ね、0.47ドルにて、 推移していいる状態でございますそしてね、こちらの投稿を少し見ていきたいんですけど、はい、こちらのね、15万人以上の、はい、大きなアカウントの方なんですけど、この方がね、テ0セットについてね、こちらツイートしておりまして、まあ、どういったツイートになるかといいますと、まあ、だからこそ多様化するのです。まあ、ポートフォリオを分散します。技術がどれほど優れているか、チームがどれほど素晴らしいか、またプロジェクトの背後に何人のね、著名人がいるかは関係ないと。 結局のところ重要なのは導入の問題。人々がそれを使用するかどうか。そしてそれが実際のリアルワールドね。実世界の問題を解決するかどうかです。はい。この情報をまとめてくれたね。テンセットね、ローンチパッドに感謝します。っていう感じで。見てください、こちら。このチャートが何を話しているかと言いますと、2021年に廃業となったプロジェクトの数です。はい。 コインゲコにて廃業となったね、プロジェクトの数字なんですけど、3322と。そして、現在のテンセットの価格と比べますと、見てください。過去30日でテンセットは上昇を続けてます。そして、ここが一番重要なんですけど、テンセットは2021年の3月、4月ほどに、こちら、上場しました。リリースされました。そして、生き残っただけではなく、4200万枚以上のトークンを、 バイバックね、買い戻しを通して、そして他のデフレのツールを使って、焼却しました。こんなにも供給量ね、既存層供給量の30%以上ね、バーンしたわけなんですけど、焼却したわけなんですけど、はい。で、これがどういうことになるかと言いますと、ま、ティンセットをこの仮想通貨界にいて、デフレの、アルトコインの中でもデフレのジェム、デフレの、ま、アルトコインと、ジェムっていうのはね、まあ、 宝石っていう意味なんですけど、まあ、そんな感じでね、まあ、デフレの、まあ、優れたアルトコインの位置づけたと。そういった状況となってます。もう実際にね、天聖っていうのはこちら結果残しますので、生き残ってるんですよね。まあ、最近のプロジェクトにね、生き残る仮想通貨ほとんどないんで、それで天聖っていのは現在で生き残っていますので、天聖っは私ね、次のね、バブルに行ってね、市場されたから、ね、更新すると思ってます。前回は6.6ドルだったんで、次ね、10ドル以上で私ね、見てます。 はい。という感じで、天聖でいのこちらね、まあ、かなりインフルエンサーさんにもね、注目されていますので、このようにマーケティングでしっかり行っているプロジェクトなどはね、そしてこのようにしっかりとね、背後にね、こういったね、ファンダメンタルがあるプロジェクトに注目していきたい状態ですので、このようにね、プロジェクトをね、見極めてください。という感じで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。